チェバプチチチェバプチチシバポシシーは小さく切った肉をケバブ同様に焼いた肉料理でバルカン半島など南東ヨーロッパの伝統的な料理の一種である。ブルガリアやボスニアヘルセゴビナ、セルビアでは国民食の一種ともみなされている。かつてユーゴスラビアを構成していた国であるクロアチアやモンテネグロ、マケドニア共和国、スロベニア以外にもルーマニアやチェコ、 スロバキア、スロベニアと国境を接するイタリアの一部地域など、近隣の諸国でも多く食され、ハンガリーやオーストリアのウィーンでも食べることができる。その他、ドイツなどでは、田舎のレストランなどで、バーベキューの定番になっている。通常、チェバプチチは5から10個ほどがサラカピタなどに供され、刻んだ玉ねぎや、サワークリーム、開幕、アイバール、カッテージチーズ、 細かく刻んだ赤唐辛子や塩など辛味や酸味を効かせた薬味が添えられる。セルビアのチェバプチチは牛肉やラム、豚肉、またはそれらを混ぜたものから作られ、ボスニアのチェバピは細かく刻んだ牛肉を手で混ぜるか、ロートで型を取って形を作り焼いている。マケドニアやクロアチア、ブルガリア、ルーマニアでは多くは豚肉や牛肉で作られている。 ブルガリアで作られているケバプチェは、豚や牛肉両方を混ぜて作られるが、豚肉だけで作られるものもあり大きさもチェバプチチより大きく強される数も1から3個ほどで、フレンチフライが月酸味のあるチーズであるシレヌや、ブルガリアのピクルスのペースト状のものであるリュテニツァなどが強される。チェバブチチはペルシア語由来のケバブに、南スラブ語群の縮小児であるシシをつけ小さい。 ケバブを意味する現地の言葉で呼ばれている。クロアチア語、ボスニア語、シバポシシー、チャバッピー、スロベニア語、シバポシシー、チャバッピー、セルビア語、シバポシシー、チャバッピー、マケドニア語、クジェバピー、ブルガリア語、ケボップチェト、チェコ語、ツバブサシ、ルーマニア語、ミティーティなど様々な名で知られている。チェバプチ,チのバルカンでの起源は、 オスマン帝国が南東ヨーロッパで勢力を広げた時代で中世を通じて地域の名物料理として巨帝やケバブのように発展した。ボスニアでは様々なチェバプチチがありトラブ肉、バニア、ルカ、サラエボなど各地で食され伝統的にピタに玉ねぎや開幕ヨーグルトが添えられる。サラエボの観光名所であるバシュチャルシアなどでは 多くの店が味を競い観光客や地元客を集めている。セルビアのレスコバチュキチェバプの調理法は、セルビア料理のプリエスカビツをベースにしているが、大きさは少し大きなソーセージである。名前の由来となっているレスコバツでは毎年、レスコバツグリルフェスティバルが催され、チェバピや他の肉料理が競される。ベオグラードに、 シャバブ父が初めて、レスコバツからやってきたのは1860年代に、今日のステュレントスキ広場にあったカファナラジックで、あっという間に、ベオグラード市内中に広まった。1930年代以前には、ユーゴスラビア王国であったセルビア東部や、マケドニア共和国にも広まっている。1933年には、最初の通りの屋台が、スロベニアのマリボルに現れたが、 始めた人物は、レスコバツの出身で、屋台では、焼肉料理を供しその中に、チェバブチチが含まれていた。オーストリアやチェコ、スロバキアのチェバブチチにはマスタード、細かく切った生の玉ねぎか、フレンチフライが供された、ファーストフードとなっている。ありがとうございます。